ソリューションは1970年から1983年まで存在していたオランダのプログレッシブロックバンドでその間に6枚のスタジオアルバムと1枚のライブアルバムをリリースした。彼らはジャズ、ロック、ポップ、ソウルの影響を取り入れ5枚目と6枚目のアルバムでより商業的な音楽性になった。彼らの最初のバンド名を冠した LP は 主にインストゥルメンタルの作品で構成されており、複雑でありながら構造は反復的であった。ベーシストのピーター・バンデア・サンデーが一曲で歌っている。彼はリリースの頃にグスビ・リムセと交代し、すぐにバンドはより多くの歌物をレコーディングし始めるようになった。セカンドアルバム、ダイバージェンス収録の3曲には歌詞がある。3枚目のアルバム、コードンブルーは エルトン・ジョンのレーベルであるロケットレコードからリリースされ、続いてアルバム透明な風景もリリースされた。どちらのアルバムもジョンの音楽プロデューサーであるガス・ダッジョンがプロデュースし、鮮明なサウンドとより簡潔な作詞作曲を特徴としていた。商業的な方向性に対する幾多の批判にもかかわらず、次の2枚のアルバム It's Only Just Begun び ラナウェイでもこの傾向を推し進めた。これらのアルバムからのタイトルトラック2曲はそれぞれヨーロッパでヒットシングルとなった。1983年に解散しアムステルダムのパラディソにて最後のコンサートを行い2枚組ライブアルバムをリリースした。その後は2006年3月にアムステルダムのパナマで2回のコンサートのために 再結成されたり、2005年に3枚組コンピレーション、CD が発表されたりしている。1976年に出された、ソリューションとダイバージェンスのペアアルバムが EMI によって2007年2月に再発され、フィーバーとダイバージェンスがフィーチャーされた。ありがとうございます。